このシチューめっちゃ好き。みんな結構バレンタインネタ書いてる。素晴らしい供給。イラスト見て心を落ち着かせようと思ったけど、なんか逆に緊張してきたかも。ロマンスなんて気づかないふりしたい。外出てあなたを少しだけ忘れたい。イヤホンがブルース、騒ぐ春色したブルー。ちょっと横失礼、喫茶店あっちなもんでね。ポケットがしらす、重なる未読のメッセージ、メモが聞いているに小さく隠して忘れたい。頭の隅、少しの間お休み。書きかけてかけて恋心ってたぶん初めからもう気づいていて、まだ認めたくはないと独り占めしたいとのジレンマ。離れた方がいい、繰り返し呪文のように、もしかしたらにすがったまま。ざわめき出した胸を無視して、二つの自分を朝。さあお兄ちゃん、玄関で待つ必要あるの？あるだろう。外で待ちたいけど近所の人に怪しまれそうだからここで我慢してるんだよ。あ、はいはい、お好きにどうぞ。飼い主を待つペットに見えてきた。おはようございます。いちかさん、なんだか顔色悪いですよ。ただの寝不足です。とにかく中へ。少し休んでいきますか？いえ、ソファーで横になるだけでも。本当に大丈夫なので。今日はバレンタインのものを渡しに来たんですけど。うん、ですかその手。チョコをいただく準備体制です。すがすがしいほどズーズーしいですね。私が渡すものはチョコじゃないです。何にしようか数日考えて結論が出ないまま今日になってしまって、後悔するの分かってるけど実行しようと思います。行こうと思ってた。何やってんの？ボディーブローでももらったの？それ以上に破壊力のあるものもらった。その反応からすると相当嬉しかったんだね。相当嬉しい。かわいいな。じゃ先に出るから戸締まりよろしく。チョコ以外にこだわってたみたいだけど、多分増田のやつ、いちかさんに何か言ったんだな。一瞬で嫌いじゃなくなっちゃったな。
バレンタイン。ごめんリオ、一緒に投稿すればよかったよね。別にいいよ。そうそう、お兄ちゃんかなり喜んでたよ。玄関でもだいてたもん。そうですか。なんで片言？思い出すだけで恥ずかしにそう。そうだ、これリオに玉チョコ。うちの母ちゃんいびきやばくてさ、隣の部屋から聞こえてくるんだぜ。マジうるせえんだよ。昨日も全然寝れなくてさ。私からもこれどうぞ。女子たち楽しそうだよな。パッケージかわいい。でしょでしょ。中のチョコの形もね、すっごいかわいいんだ。そんでな、さすがの俺も頭きちゃってさ、喧嘩よ喧嘩。何見てんの？別に。なんかにやけてね。は？にやけてねえし。バカ、こっち来んな。エロいの見てるんだ。ちげえよ。ああ、見せろよ。お昼に呼び出しちゃってごめんね。教室で渡そうかと思ったんだけど、タマルくん嫌かなと思って。本を貸してくれたお礼も兼ねてって感じなんだけど、よかったら食べて。それじゃあ。ちょっと待って。もしかしてチョコ苦手だった？いや、そうじゃなくて、友達としてくれるってことだよな、これ。あまり人に言わないでよ。はいはい。うわ、返事適当。なんかポロッと言いそうだわ。大丈夫大丈夫。あの義理じゃなくて、本命が欲しかったって言ったら怒る？それって、まあ要は俺と付き合ってほしいって意味。私、タマル君のことそういう風に見たことなかったから。じゃあこれから見て。これから考えて。返事はゆっくりでいいよ、待ってるから。じゃあ俺教室戻るわ。チョコありがとな。天草にチョコレートを渡そう。もう昼休み終わりだし。ねえ、アリエティ聞いてる？ごめん、聞いてなかった。だから天草課長代理はバレンタインにチョコ受け取らないって話。それ本当？うん。去年後輩がね、課長代理にチョコ渡そうとしたら断られて、今年は別の子がチャレンジして断られたって言ってたから、この噂はマジ。そうなんだ。なんか意外だよね。課長代理、バレンタインはめちゃくちゃもらってると思ってたからさ、チョコ嫌いなのかな。どうなんだろうね。受け取らないの？初めて聞いたよそんな噂。もしかしてアリエッティ、課長代理にチョコ用意してたとか？まさか。だよね。用意したチョコ持って帰ろうかな。この前デザートビュッフェに行ったんだけど。いいな。この前覚悟決めたでしょ。私、断られてもいいからあげよう。あげようとしたこと天草に知ってもらいたい。ていうか、チョコじゃないものだったらもらってくれる可能性あるかも。今からでも何か買いに。やば、もうこんな時間じゃん。アリエッティ早く戻んないと。嘘、私ミーティングあるのに。急いで急いで。ああ、結局渡せなかった。今日に限ってミーティング多い上に雑務も多くて。
残業しているうちに天草もう見当たらなくなっちゃったし、覚悟が空回りしたバレンタインだったな。あの高身長とスタイル、あれって天草？ちょっと待って、行っちゃう。天草、あ、こんな時に限って私のバカ。松島、どうした、大丈夫？今そっち行くから。しようかと思ったんだけど、ごめん、時間なくて用意できなくて。それでも断られてもいいから渡したくて。でも今日全然タイミングがなくてこんなことに。ああ、もう言いたいことまとまらない。わざわざ走ってきてくれてありがとな。俺と付き合ってほしいって意味。じゃあこれから見て、これから考えて。どうしよう。失礼します。部活中にすみません。私天草と言うんですけど、少しの時間タマルを借りたいんですが、いいですか？タマル君とのことだけど。行ってきてもいいですか、部長？うん。あれは絶対何かありますよ。ただならぬ予感。告白とか揉め事かも。気になる。座れば。いや、いい、立ってる。あ、そう。バレンタインの昼休みからさ、一花の様子がおかしいんだよね。何かあったのって聞いてもやんわりはぐらかされて教えてくれなくてさ、タマルは何か知ってるかなと思って。知ってるっつうか、原因は俺だと思う。俺が有馬に告白したから。やっぱり。てか感づいてたから俺を呼び出したんだろう。まあね。前はそういうのじゃないって言ってたくせに。あの時はよく分かんなかったんだよ。でも今は。はっきり自分の気持ちを自覚したから言ったんだよ。そっか。あのさ、天草って有馬のこと心配だからこうやって俺に聞いてきてるわけ？そうだけど、何が言いたいわけ？じゃあ言うけどさ、俺からすると正直天草はおせっかいなんだよね。は？私はただ一花がいつもと違ったから。だって普段は結構何でも話してくれるのに今回は。天草さ、寂しいんじゃないの？
俺が有馬に告ったことって天草には関係ないじゃん。関係ないか。うん、そうだね。どうするのかは一花自身の問題だから私には関係ないことだよね。有馬から何か言ってきたときは聞いてやるくらいでいいんじゃないの。タマルってさ、意外とバシバシ言うよね。天草ほどじゃない。じゃあタマルはお兄ちゃんの恋のライバルになるわけだ。なるよ。ふーん、なれんの？大丈夫？心折れそうになるから煽るのやめろ。エチカさん、すみません。昨日話してた体育の話ですよ。今日の授業でバスケをしたんですよね。タマルくんは優しいしかっこいいしいい人だと思う。それに自分の好きなものやたわいのない話ができる。もちろん嫌いなんかじゃない。私に告白してくれたことは正直嬉しい。でも好きとは違う気がする。私の中でタマルくんは友達だから。それとも私の好きな人は、また待ち伏せですか。ここ数日電話越しの声の様子がおかしかったので気になって来てしまいました。だからって学校の近くで待つのはやめてくださいよ。すみません、心配でいても立ってもいられなくなりまして。何か悩み事ですか。俺でよければ相談に乗りますよ。相談か。りょうさんはあるのかな。友達だと思ってた人から告白されたこと。やだな、なんか知りたくない。いえ大丈夫です。気持ちだけ受け取っておきますから。そんな、悩みは言語化することで自分の中で整理できますし、もしかしたら俺が力になれる案件かもしれませんよ。本当に大丈夫なので。でもりょうさん、いい加減にしてください。確かに悩んでますけど言いたくないってわからないんですか。いつもそうじゃないですか。私の意見なんか無視で一方通行ばっかりで。それに私の悩みなんだからりょうさんに関係ない。関係ないなんて嫌です。だからそれが一方通行なんですってば。確かに俺は一花さんの意見を聞かないことが多いですけど、心配ぐらいさせてください。いや、これは建前です。一花さんの悩みも俺のものにしたい。なんでそんなにわがままなんですか。一花さんのことが好きだからです。気持ちの押し売り訪問販売ですよ。さすがですね、例えが。ごめんなさい、言い過ぎました。俺もきつい言い方になってしまいました。でも冗談でも嘘でもないことは分かってほしいです。この悩みは自分で答えを見つけなきゃいけないことだから見守っててくれませんか。
あの、いい加減手をどけてほしいんですけど。愛の引力で手が離れないって。私がタマル君へ一歩踏み出せない理由はやっぱりこの人だ。一方通行でわがままで無駄にキザ、非常識で人の都合はお構いなし、引き過ぎた行動と発言ばっかりだし、好きだって理由で何でも正当化しようとする。年だって離れてて悪い大人、そう思うのに。好きって単語が当てはまるのはこの人だと思ってしまう。どうかしましたか？立ち止まって。なんでもないです。この人は絶対ダメだ。タマル君の方がいいって頭では分かってるのに。バカだな私、本当に。このまま待たせてたらタマル君に失礼だから言わなきゃ。私の気持ち、あんなに真剣に私の目を見てくれたんだから。じれったいって言葉こぼれた、会いたいってつぼみ咲いた、あなたに私きっとそぐわない、ありえない。水たまりに映る私に聞いてもわからない、今日も変わらず空は綺麗です。自分の答え。